ダニエル・クライブ・ウェルドンは、イングランドのバッキンガムシャー出身のイギリス人、レーシングドライバー。2005年のインディカーシリーズのチャンピオンで、同年、および2011年のインディ500勝者。4歳の時に、父親の資金でカートを始めた。学業年齢の間に、レースでの成績を上げていった。イギリス一般中等教育を修了する16歳まで、ベッドフォードスクールに在籍した。 フォーミュラカーレースのキャリア初期にウェルドンはジェンソン・バトンと争ったがアメリカに移住した。これはイギリスでキャリアを進めるにはウェルドンの家庭では十分な資金が供給できなかったからである。1999年にアメリカに移るとフォーミュラ・フォード2000、トヨタ・アトランティックシリーズ、インディライツなどの下級フォーミュラカーレースに参戦した。2002年、ウェルドンは インディレーシングリーグにステップアップし、パンサーレーシングより2レースに参戦した。翌2003年にはエルドンは、アンドレッティグリーンレーシングに加入した。シーズン中に、マイケル・アンドレッティが引退すると後釜に収まり、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。2004年には、ツイン・リンク・モテギ・デ・アールでの初優勝を挙げると、シーズン3勝を獲得し、チームメイトのトニー・カナーンに続く2位で、 選手権を終えた。ウェルドンは2005年のインディ500に勝ち、その年の R シリーズチャンピオンも獲得した。このシーズン、ウェルドンは6勝を挙げ、サム・ホーニッシュ・ジュニアが持っていた、シーズン最多勝記録の5勝を更新した。インディ500でのウェルドンの勝利は1966年に、グラハム・ヒルが勝利して、以来のイングランド人による優勝だった。ウェルドンは、私は、 ベターマンとグッドモーニングアメリカに出演し、もしかすると全部の州でラジオのインタビューが流れたかもしれない。ヤンキース、メッツ、カブスの試合では始球式でボールを投げた。私は車の中で休息を取ったと述べた。しかし2005年11月にウェルドンは翌2006年シーズンはチップガナッシュチームでドライブすると発表された。ガナッシュでの最初のテストを行った直後、 ウェルドンはガナッシュでのチームメイトとなるスコット・ディクソン、ケイシー・メアーズと共に、デートな24時間レースを制した。その2006年、ウェルドンは、ホームステッド・マイアミで、エリオ・カストロ・ネベスを0.014秒差で下して、シーズンをスタートしたが、次戦セント・ピーターズバーグでは、セーフティカーラン中に、サム・ホーニッシュ・ジュニアと接触してリタイアした。2006年の R シーズン終了時、 ウェルドンとホーニッシュジュニアのポイントは475点で並んでいたが勝利数の差でチャンピオンが決定した。ホーニッシュジュニアはこのシーズン4勝を挙げたがウェルドンは2勝に止まったため2006年の R チャンピオンはホーニッシュジュニアのものとなった。接戦となったこのシーズン中、ウェルドンは F1 の BMW ザウバーからオファーを受けた。 しかしレギュラーシートが保証されないことがわかると、ウェルドンはこれを謝絶した。私は本当に F1 でレースがしたい。チップとの契約が満了したら F1 のことを真剣に検討するだろう。2007年インディ500のプラクティスを走行するウェルドン2007年に、ウェルドンは気難しいと認知されていることについて、私は私のレースに全成力を傾けていて、 周囲にも同じだけの支援をお期待している。もし全勢力を傾けていない人物がいたら、ためらわずにそう伝える。ただしこれは時に不作法なことであるので、これから少しは改善すると思うと述べた。2008年6月2日、ウェルドンは30歳になる誕生日に、アイオアで行われたレースで、武藤秀則とマルコ・アンドレッティを下して、インディカーでの通算15勝目を挙げた。 ウェルドンはその賞金をレース直前の時期にアイオワで発生した竜巻と洪水の被害者のために寄付した。しかし、このシーズンでチップガナッシュを離れることとなり、これがガナッシュでの最後の勝利となった。2008年9月2日、ウェルドンはガナッシュのチームを去ると発表された。ウェルドンの後任はダリオ・フランキッキである。ウェルドンは私はこの三シーズンを ターゲットチップ、ガナッシュレーシングで楽しんだ。しかし、2009年のとてもエキサイティングな機会を追求することにしたと述べた。その後、ウェルドンはフルスである、パンサーレーシングに復帰することが明らかになった。シーズン最終戦後に行われたノンタイトル戦には、ウェルドンはパンサーから出走した。2009年、2010年とパンサーレーシングから参戦している。 トップチームとは言えない体制で上位になかなか上がれないレースが続いたがインディ500では2年とも2位に入る結果を見せているしかしシーズンを通して上位争いはできずランキングはそれぞれ10位9位にとどまり2010年シーズン終了をもってパンサーレーシングから離脱した2011年はシートを失うもインディ500に ブライアン・ハータオート・スポーツからスポット参戦し劇的な逆転優勝を飾った。8月からは2012年より導入される新型車種のテストドライバーを務めた。10月16日の最終戦ラスベガスにスポット参戦したウェルドンは最後尾から優勝したら500万ドルが送られる企画に挑戦するため最後尾からスタートする。 しかしハイバンクの1.5マイルの中でこの年最多の34台が時速 360km で密集して走るという異常な状況の中で12周目、ベード・カニンガムとジェームス・ヒンチクリフの接触を発端に、さらに後続の13台を巻き込む大クラッシュが発生する。この中でチャーリー・キンボールのマシンに乗り上げて宙を舞ったウェルドンのマシンはさらにその下に滑り込んできた。 EJV そのマシンに乗り上げ、それに運ばれるように、セイファーウォールの上のキャッチネットの支柱に、コックピット側から叩きつけられてしまい、搬送先の病院で死亡が確認された。33歳ボーツ。皮肉にも、自らがテストを重ねた新車足導入を翌年に、控えての、現行車足最終レースでの事故であった。また、この日の朝、ナスカー転校を表明したダニカパトリックに代わる。 ドライバーとして、アンドレッティオートスポーツと複数年契約を交わしたばかりであった。インディ氏シに残る名ドライバーの死に、レイスはそのまま中止、マシンが残ったドライバー全員による募集の追悼ラップがウェルドンに捧げられた。なお、ヒンチクリフの発案により、ウェルドンがテストを重ねた直期者は彼への敬意を示し、その名前を取ることになり、DW-001 の歌唱を経て、 最終的には2012年と合わせて DW12 と正式に命名された。2012年3月には、ウェルドンが暮らしていたセントピーターズバークのターン10からターン11までのストレート区間がダンウェルドンウェイと名付けられ、この年のレースで優勝したエリオカストロネベスは、恒例の金網登りをこの場所で行い、ウェルドンに勝利を捧げている。インディ500、ありがとうございます。